また吉くん、夏休み公演ご苦労様。アスカさん、はい、はい、最初の3連休終わりましたね。終わりましたね、よかった。賑わいましたね。賑やかでした、さすがね、夏休み。皆さん来ていただいて、特に子供さんも多くてね、賑やかでした ね。やっぱり子供さんが来てくれると嬉しいね。みんな一生懸命拍手してくれました、はい、ありがとうございます。さあ夏休み終わったのちょっとご褒美っていうか、はい、おやつタイムですね。はい、はい、大きなひまわりの前でなんとなんと、このトウモロコシとトマトをクリマツくんじゃない、また吉くん、ごめんなさい、クリマツくんにあげられないよ。また吉くんにあげます。じゃあお願いします。どっち取るかな、どっちから取るかな。じゃあどうぞ試してください。どっち取るかな、いいですよ。両方いきました、両方いきました。3つとも取りました。3つとも取っちゃった。おっと、トウモロコシ食べながらトマトも絶対離しません。あのねトマトがね実は2つあるんですよね。そう、ちょっとねシャツが長いんで、うん、見づらいんですけど、はい、トマト2つ持ってますよ。はい、持ったまま美味しそうに食べてるね。すごい、ひまわりも移しましょう。はい、また吉くん芸が良くなりましたね。ありがとうございます。うん、すごい、お客さんが喜んでくれてるんで、え、いいよ。お客さんがねたくさん握手してくださるんで、いやー、やってますよ。すごいねこれ。プロシャツとズボンがトマトでびちょびちょです。びちょびちょです。今日洗濯します。でもドアップでいきますよ。手にもついてる。お猿さんってこうやって食べるんだね。はいはいはい、ねえ、落ちたね小さな粒までね拾って食べますからね。ね、よく食べるじゃん。はい、ね、また吉くんは栗松くんと同じ8歳ですよ。はい、そうです。今8歳同士で舞台立ってますよ。ね、ね、2人とも大人になりました。はい、ね、え、相変わらず栗松くん頑張ってますけど、源太さんのボケがお客さんに通じなくて困りました。今日は海の日で思い切り海の日の歌を合唱してました。はい、はい、お客さんお客さん引きまくってましたよね本当に。そんなことはないと思います。いやいやいや、一応フォロー入れときます。はい、ありがとうございます。まあね、お猿さんも一生懸命頑張ってくれるんで、人間もね下手でもいいからボケないと ね、うん、ね、ボケてボケてボケ回さないとね、いただける、はい、ね、そうこう言ってるうちにまたちゃんは完食です。完食です。これ芯までもしかしたら食べるかもしれない、うん、あの、ね、最後残ったね、この身のちょっとしたの一生懸命かじってかじってね、頑張れ。また吉、ひまわりも見てるよ。ひまわりを今映してます。ひまわりが見ている。ひまわりも見てる。おまわりじゃないよ、ひまわりだよ。健太さんのボケです。さあ私のボケが何点でしょう。10、9、8、何点ですか、アスカさん今のボケは。20点です。20点だそうです。100点満点で20点のボケだそうです。おまわりじゃないよ、ひまわりだよ。何点ですか、何点でしょう。私は答えられません。もう皆さんに聞いてください。何点ですか今のボケは。100点です。なんか壁伝いに100点です。聞こえましたけど、あ、ちっちゃなひまわりもね、うん、よく育ってますね。そう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 、これいつ種植えたんですかこれ。はい、いつですかね。ね、これね本当に丹念にね種植えて、こんな立派なひまわりが咲きましたよ今年は。明日は自然豊かだからね、はい、ついていけません私は。ついていけない、今の話題についていけない。座布団1枚ついていけないそうです。またちゃんはこんなボケをかましてますけども、一生懸命残りのほらね、いじらしいですよ本当に。いいやね、またちゃんちんちんだね、はい、やった、最後の最後まで食べ尽くしてしまおうというまた吉くんのこの気持ちが嬉しいな。あと男です、男
また吉、頑張ってます。いやー、また吉くん夏はね、いいよね。そうだね、うん、夏が一番いいな、またちゃん、ね、冬はちょっと苦手だから ね、はい、今の時期は元気です。はい、クリマスくんも来たんで、同級生も来たんで、はい、元気よく仲良く ね舞台していきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、皆さん、いいねボタンをでよかったらお願いしますね。はい、チャンネル登録もお願いします。はい、はい、チャンネル登録たくさんしていただいてね、本当にありがとうございます。夏休み公演に来てくださったお客さんがたくさんしてくださって、ありがとうございます。本当に伸びてますから、ぐんぐんね、はい、目指せ5000人。はい、目指せ5000人、あともうちょっとです。はい、はい、そして、はい、川口湖サルマ刺激場、朝サルマ刺激場、ぜひ遊びに来てください。遊びに来てください。はい、はい、皆さんが待ってます。待ってます。また吉くんが待ってます。待ってます。待ってるぞ。待ってね。待ってる。いやー、はい。